時刻は12時32分を回っています。日本放送の制作でお送りしています、あっこのいい加減2000回です。横浜市の46歳ラジオネームみさとりゅうさんからいただいたメールですが、あっこさん、ベッド落ちないようにベッドガードとかつける方法もありますよ。なんすかベッドガードって？つまり柵でしょうね、きっと。ああ、病院なんか入院した時によくある。はい、はい、でももう何十年使ってて初めてなんです。そうなんですね。初めてじゃないか、肋骨折った時あるから2回目。2回目。あ、でもそれは前のベッドだから。なんでしょうね。みさとりゅうさんも以前ベッドから落ちて、はい、むち打ちになったことがありますと。あ、そうですか。だからその時苦労したので、そういう方法もありますよ。なるほど。ちなみにあこさんがベッドから落ちた時、うん、下の階の方は雷が落ちたと思ったでしょうね。いや、だから私も雷で思い出したんだから。そうだったんです。そう、千葉の雷が3時半頃にさっき、ね、お読みした。はい、いやー、でもいやー、危ないですよ。なんでだろうね。いや、わかんないんですけど、大人になってから僕一度もベッドから落ちたことないんですね。あっこさんに2回あるわけですよね。子供に戻ってんのかな。あの子供って本当にぐる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 寝相回るらしい ね、 ますね。なんでだろうね。それも酔っ払ってじゃないんですよ。そう、お酒飲んでないんだから。普通の時に普通に寝て、うん、はいはい、ですもんね。まあ誘導剤でぼーっとしてたのかもわかんないですね。はい、まあ、でも本当気をつけてください、はい、ということです、はい、ありがとうございます。横浜市のゆうゆうさん、はい、私の町は今日と明日お祭りがあります。はい、で今日は夕方から、屋台が出るので。ああ、雨降らなきゃいい ね、うん、浴衣姿の子供たちで賑わうはずなんです。あ、素敵。で明日はみこしですから、今度は大人が燃えますと。はいはい。あっこさん、お祭り好きですか？大好き。私ね、お祭りはなんで好きって、それ出店が好きなの。はいはい、本当に、ね、たこ焼き買ったり、この買ったり、この焼きそば買ったりとかね。はい、でそれこそ昔はあのリンゴをね、こう白くて、ね、そうそう、でおじちゃんでこう飴細工みたいなの作ってくれる人いたり、あと綿菓子、飴細工食べるものばっかりましたね。いや、もう食べるものがメインですよ、で店は。はい、あ、そうですか。横浜市の広江さんは鶴見川の花火大会が今日ありますと。遅いくないですか。そうですね、ちょっと、ね、今頃でもいいんじゃないですか。もう他でやってないから、はい、2ヶ月になる孫と、うん、長女がうちに来ますと。へえ。ですから餃子の下ごしらえをしています。ああ、下ごしらえしながら聞いてますよ。餃子もね、キャベツでやる人と白菜でやる人とおるからね。はい、お孫さん餃子好きそうやね。2ヶ月、うん、そのまま雨降らない方がいいですね。そうですね、雨で中止にならないといいなって書いてありますけど、うん、ああ、やっぱり。あこさんの餃子は何派ですか？白菜、キャベツ。私はキャベツです。キャベツ派ですか？はい、もう最近やんないですけど。はい、あとですね、これはもうみんな生活密着型がたくさん来てまして、どうぞ。はい、埼玉市のこっちゃん、はい、もう天気が悪くて、うん、肌寒かったり蒸し暑かったりと、うんうん、こんなお天気のせいで我が家も洗濯物が溜まってますと。あ、乾燥機能が洗濯機についていないので、うん、もうコインランドリーに行こうかなと思ってますが。あ、そうですね。忙しいあこさんはご自分で洗濯とかすることあるんですか？ご自分でって洗濯機がやるからね。でもそれやりますよ。あ、そうですね。私は乾燥機にかけるのと、で昔からのこの昔は積水の物干しだったんだけど、安いやつ、はい、あのこうなんていうの、物干し竿ね、はい、あのなんていうの、折りたたみできるやつありますね。あれにかけますけど、叩いて、アイロンかけなくていいよ、はい、手が痛いんで、検証で、T シャツとかもそれで伸ばして、はい、あの意外に2日ぐらい置いてて、うん、乾いてるか、で前後入れ替えてね、でないと太陽当たる側と窓側と違うじゃないですか、はいはい、割とやりますけど、乾燥機も、乾燥機はバスタオルとか乾燥機でやっちゃいますね、はいはいはい、あの場所取るから乾かすのも、洗濯します。週に1回多分な、こっちゃんなんかのイメージだと、週に2回だ、週に2回、はい、あこさんとかそういうことやってる、やってそうでもあるけど、やってなさそうなイメージはある。やってなきゃどうするんですか。いや、それこそ、うん、まあ、それはもうね、あの外部の方に、これね、不思議なことに、あの外部の方にも、うん、何回かに1回来ていただきますけど、はい、私も旦那も2人とも割と綺麗好きだし、誰かが入るってあんまり好きじゃないんですよ。はあ、でもう今のマンション借りた時も、借りた時も誰かお手伝いさんか雇わないと、せめてお買い物とかしてくれると私も助かるんだけどなとかって言った時、それそんな無理してやるんならやんなくていいよ、ご飯もとかって言われて、うん、ああそうなんだっていう
かよっぽどじゃないとうちの旦那もなんか嫌みたいで、はいはい、そしたらもう毎日作んないでいいならいいねっつって、うんうん、で動けなくなったらもう今水のタンクとかね、はい、あの今タンクなんですよ、あのありますよね、ボコッと刺して、そうなんですよ、なんかそれをもう右手腱鞘炎だから、はい、それをすごく水飲むからね私、それをあげたりするときに、わあもうダメだね私たち、あんたいないと水飲めえねんあれ結構高いところであげなきゃいけないですね、そうなんです、それで低いのに変えてもらってこの間、ああなるほど、だから、うん、やりますよ意外に自分で、そうなんですね、はい、ああ、はい、そう、私だって洋服だって3日前から考えるっつったでしょ、そうですね、今日 T シャツだけの3回ぐらい着替えたかな、寒いのか暑いのか分かんないから、この T シャツにたどり着くまでに3回変わってる、本当はピンクの無地だったんですけど、そうするとあのこの後ジム行ったりするんで、あのちょっと誰かに見られるかも分かんないからアコさんは普通の人より考えなきゃいけない要素が20倍ぐらい多いですもんね、どうなんだろう、うーん、それ洋服一つ決めるの大変ですね、そのピンクだったらここだけで、あの靴に見えるスリッパ、うん、ナイキで作ってもらってるから、そうしようかと思ったんだけど、靴履かなきゃいけないな今日はとかってありますよね、うん、はい、一方でですね、これは高知で聞いてらっしゃる方です、うん、あ、嬉しいね、赤間虫さん、はい、あこさんこんにちは、こんにちは、高知県は暑いです、暑い、関東はなんか雨ばっかりだそうですね、そうなんです、はい、体調はどうですか、うん、でも自分は涼しい方がいいので、うん、まあ暑い高知にいると関東に行きたいという気持ちになるぐらいですよ、いやでもそんなに良くないですよね、もうムシムシして、うん、へえ、日本は広いね、広い、そうやって聞くと、はい、ねえ、そうです、うん、江戸川区の一休さん、はい、9連休の夏休みもあと1日となりました、9連休もあったの、あったみたいです、いつから11じゃなくて、だから山の日を使ってその前から土日を入れたんですかね、いやだから11、12でしょ、そうですね、そうなんだ、はい、例年通り私は北アルプスに、はい、登山に出かけまして、わあ、かみさんと娘と3人で行ってきました、家族でですか、はい、へ、まずまずのお天気で楽しんできましたよ、あ、よかったですね、はい、はい、北アルプス名物のライチョウにも会うことができましたと、名物はライチョウなんですか、珍しい鳥がいるんですよね、天然記念物かなんかの、へえ、はい、そんなのだって鳥なんか飛んじゃってるから見るの本当珍しいんじゃないですか、ライチョウなんかあんまり飛ばない、飛ばないですよ、いや、へえ、でも家族っていうか奥様はともかくお嬢さんもご一緒に、そのそうですね、やっぱり山って頂上を目指すわけでしょ、そうです、と同じ目的に向かって家族で一つのことをやるっていいですね、いいですね、楽しんだんですね、お盆、ね、よかったよかったですね、うん、あとはラジオネームケミケミさん、はい、シャラップかかって嬉しいですと、あ、はい、横山健さんもこの曲好きですよねってだったかな覚えてないです、思い出としてはですね、うん、私の兄が当時このシングルを買っていて、うん、本当ですか、はい、私はだからずっとこの曲のことをリアルタイムで知ってるんです、本当ですか、ありがとうございます、嬉しいですと、はい、で実は投票サイトにあって、はい、せっせと毎日シャラップに投票してるのは私ですちょっと早めにね決めない、今月31日までなんですよ、そうですそうです、そうそうね、私も覚えなきゃいけないんですよ、はい、全然歌ってないから、あのアッコさんの50周年記念サイトに行くと一般の方からも、はい、ラナコさんのファンの方も含めて、はい、あの投票を今してもらってて、はい、上位の曲がねベストアルバムに入りますので、はい、ケミケミさんはずっとシャラップに入れてる、あ、そうですか、もうベスト版にドキドキしてきた、入れてほしいなって、アッコさんはドキドキしてきたと、ドキドキしてきた、私はアッコさんのかっこいい歌が好きですと、あ、ありがとうございます、泣ける歌ももちろん好きですが、はい、濃い歌は他の人には歌えないから、はい、そういうかっこいい歌をこれからも歌ってくださいと、頑張ります、はい、いや緊張してきた、はい、まさにあなたが選ぶ和田アキ子ベストアルバムに投票、これはあのぜひですね今月末までですからね、はい、投票する楽曲視聴もできますので、そうぜひ、だから50周年公式ホームページでぜひご覧になっていただいて、はい、ディスコグラフィーというところでございます、はい、投票今月31日までとなっております、はい、この曲ももちろん投票できます、2006年のアッコさんのナンバーをお届けしましょう、はい、幸せの力